どうさんよ。おいって。ピアちゃんが生まれて4ヶ月です。どうなんですか。いいね、何がいいんですか。よかったね。シワを寄せてね、夫さんっていうのは寝るんですよ。この眉間にね、シワが寄ってるんですよ、いつも。直したいんですよ、ピッて広げて。直して。あ、直して。いや、触りたくないです、T ゾーンが今。やっぱりね、T ゾーンっていうのは油がいっぱいついてますからね、もう触りたくないですね、朝の T ゾーンは特に。いつなら言ってこう、朝の夫さん撮るぞ、お前。お前、化粧どうもしてんって、こっちはよ。60キロに戻りました。見えますか？60キロに戻りました。できました。今日はバナナヨーグルト初めてだけ。レタスサラダとこれなんかもらったんですけど、チーズハムトルティーヤ、チーズハムトルティーヤもらいました。では、いただきたいと思います。ピカちゃんが来て4ヶ月になりました。夫がピカちゃんを運んできましたね。見えてませんか。いろいろありましたね。はい、ピカちゃんなんか後ろのピーが出てるんですけど、後ろの尻尾が出てるんですけど、ピカちゃん、はい、ピカちゃん服が乱れてますね。夫さんのお風呂掃除の仕方を取るのを忘れました。ですね、そして電気はつけっぱなしですね。はいはいはい、消しましょう。
ちゃんのお花を摘みに来ました。あれ何あれ、アスパラ、え、アスパラってさこんな風になるんだ。え、すごい、めっちゃ長い。え、アスパラってこんな長くなるんですか。めちゃくちゃロングじゃないですか。こちら何でしょうか。とにかく、あ、玉ねぎも育ってます。そして、お花をですね摘まないと。あ、なんとか3つできました。フラワーボール、フラワーボールっていう名前らしい。これ金魚草ね。で、こっちはなんかまたピカらしいやつ。3つ作りました。あ、ゴミが映ってますね。ゴミが映ってます。じゃあ後で飾り付けたいと思います。花の残骸。そういえばこれまだ開けてなかったな。これ美味しそう。鶏みまんじゅうにリマンジュ。うわ美味しそう。夫が好きそうだわ。ピカちゃん、お花きれいに飾ったよ。今日はこちらの、黄色コーナーで、ピンクコーナー。よかったね、ピカちゃん。ベランダの平和と安全を守っているまもるくんです。まもるくん、よろしくお願いします。洗濯物が干せました。なんか寒くて上着着ちゃいました。もう上着着ちゃいました。上着着ちゃいましたよ。もう寒くてどうなってるんですかね。冬に逆戻りですかね。
出かけ前に必ずおトイレにこれを巻いていきたいと思います。もうねここ数日忘れつつあるんですよ。忘れてたんですよ。これを振って巻いてから仕事行ってで帰ってきたらピカピカになっているっていう。ピカちゃん今あ虫がひーカメムシ。ピカちゃん今家の前のこれ持ってきてくれました。家の前の人がピカちゃんが亡くなったこと言ってないのに、なんか偶然お花が届きました。ピカちゃんよかったね。すごい豪華ですねこのお花。なんかピカちゃんって感じする。なんか大人のピカちゃんって感じがする。よかったねピカちゃん、すごい綺麗。ピカちゃんすごい一気に豪華になりましたね。豪華だわこれは。お花がすごい綺麗に咲いてますね。ピカちゃんよかったね。ピカちゃん今からお母様お仕事に行ってくるね。ピカお出かけ前にね。で帰ってくるともう便器の中がピカピカになってるわけですよ。ピカ今から仕事行ってきます。作りたくない日あります、あります。もうほぼ作りたくないですけど、これが私の仕事なんでやるしかありません。冷やご飯、もうお茶碗、なんかお茶碗1に対して小さじ1らしいんですけど、多分お茶碗2杯3、2.5 ぐらいあるんで、小さじ 2.5 ぐらい入れます。ちなみに、計量スプーンは100均で買いました。もう全混ぜ混ぜですよ。もう全混ぜ混ぜ。あとは、こちらで焼くだけ。全部入ってるんで、もうあとは火が通るまでこうずーっと混ぜ続けるだけ。簡単。タルタルソースを作ります。完成しました。昨日の残りの端的。チャーハン熱いから冷ましとこう。完成。今日もダイエットで大根おろしを、ご飯の最後に飲んだ方がなんか効き目があるような気がします。私はもうたっぷりといきますよ。なんか大根おろしじゃないとダメなのかっていうことなんですけど、私が見る限り大根おろしじゃないと効き目がないみたいです。わかりませんけど、ただ大根食べてるだけじゃ痩せないみたい。このすりおろした大根おろしの汁がいいみたい。大根おろしがすれないんでしたらミキサーで包丁で細かく切ってミキサーでもジュースにしちゃったらもうそれくらいでもいいかも。とにかくなんか汁がいいらしいです。この汁がピカちゃんに出来たてのご飯を持ってきました。本当に豪華ですね今日は。お花がすごい。ピカちゃんよかったね。なんか夫が帰ってきちゃいました。帰ってきて早々ソファーで横になりましたね。本当にこのソファーで寝てる率が高いですね。いや今もだってる。今日のご飯ができました。今日はとんかつ、多分ご飯、味噌汁、
です。では、いただきます。5万円を超えるとするよう求めていた国会議員側から、山梨県を後援会で支持。